交差した切り妻屋根の作成。このムービーでは、2つの別々の切り妻屋根をトリミングして、簡単に交差した切り妻屋根を作成する方法をご紹介します。2つの切り妻屋根を作成し、それぞれを上面に垂直に配置します。3D ウィンドウに切り替えてみましょう。 屋根をトリミングする前に、切り取りボディが表示されるようにしておきましょう。デザイン、接続、切り取りボディを開きます。表示される 3D ボディは、屋根がどのように編集されるかを表示しています。両方の屋根を選択し、右クリックし、コンテキストメニューから、 接続・屋根・シェルで要素を切り取りをクリックします。選択された両方の屋根を切り取るには、要素を切り取りのダイアログをこのままにして、切り取りボタンをクリックします。3D ウィンドウ平面ビューで結果を見てみましょう。ご覧のように、2D でも屋根が正しく接続されています。 3D ウィンドウに切り替えてみましょう。デフォルトでは屋根の切り取りボディは基準線の一部であり、下部にあります。つまり、切り取りボディの外側にある屋根の部分は切り取られません。これが切り取りの残りの部分が見える理由です。基準線をオフセットすることで、切り取りボディの輪郭を 変更すすることができます切り取りボディの屋根の輪郭境界線を使用するにはまず屋根を選択し設定ダイアログボックスを開き切り取りボディのポップアップから 輪郭の下部を選択します。3D ウィンドウで結果を見てみましょう切り取りの関係が自動的に更新されますまた屋根の接続面を編集する場合変更が連動されますこれらの操作および切り取りボディの詳細についてはインテリジェント接続のムービーを参照してください